屋上から屋根のようなものが剥がれ、下の階を覆うように垂れ下がっています。今日午前9時40分ごろ、札幌西区のマンションで屋上に張られていた断熱防水マットが強風の影響で剥がれていると警察に通報がありました。午後に業者が処置をして落下することはなく、けが人はいませんでした。札幌では前線を伴った低気圧の影響で午前9時ごろには最大瞬間風速27メートルを記録、今年一番の強風に見舞われました。消防などによりますと、札幌では中央区や白石区など広い範囲で屋根や看板の一部が飛び落下したなどの通報が午前を中心に8件寄せられたということです。